半魔家の本家の半魔陽先生です。男の仕事の縄張りのね、仕事というのが非常に大変でしてね、野生のライオンと同じ戦いになりまして、今のところは縄張り、仕事の縄張り争いをしておりません。で、縄張り争いでは人も死ぬことがございます。正当な縄張り争いですね。で、その2番目の説明ですね。で、先ほど説明したように、私がね、地主としてですね、政府に駐車場を貸しておりまして、その値上げということで申請していまして、で、政府がその縄張り、私の政府としてはそのね、駐車場はね、なければ大変なことになっちゃうんですね。駐車場が置けなくなっちゃうんですね。役所職員とかね。そうすると、そこだけね、駐車できなくなっちゃうんです。で、そういう、私は大家として駐車場を管理してまして、毎日ね、所有してるんですけれども。で、今回は縄張り争いはしてないんですけれども、まあ一応、駐車場1台につき5000のところね、土地貸し付きね、1000円でいいですけれども、値上げをお願いいたしますと。ね、5分の1にしますから、ね、というふうに申請してます。で、時たま役所でね、これはもう放棄嫌だと。ね、安くても値上げは嫌だという。来るんですね。そういう時になると、男の縄張り争いということになっちゃうわけですね。で、この私の持ってる駐車場を貸してなければ、政府は駐車場を置けなくて困るわけですね。仕事ができなくなっちゃうんです。そういう大きいところをね、根本を私は持ってるんで、こちらの力は強いんですけどね、個人店のね。もし嫌ならということで起こったら、ね、10万円にしてくれって、1台、駐車場料金ね。まあそこまではいけないけども、まあ基準の2倍ぐらいは平気ですね。裁判所言ったって、これ高すぎるってことイは、ンカミまあン大体基準の2、3倍ぐらいだったね。まで言えるか、その最大限は言えるわけですね、生徒に。あんまり側が言ってくると、そういうことにして契約しないわけですね。というふうに、その力関係、ライオンとライオンのね、戦いでは死ぬこともあるんですね、大きいことではね。まあ、今回はちっちゃなことですけれども、ただ、年金、一人の年金ぐらい結構なることもあるんでね。大変大きいわけですね、生活ができる。だからそれがなくなったら、ね、暮らしていけない。まあ年金ぐらいになるわけですよ。年金代ぐらいになるわけです。だから、ただ、今回の場合は私の大家として場所がいいということでね、力を持ってる。だから、場合によっては、その1台駐車場料金1000円でね、貸して申請が通んなかっただけでね、それでもちょっと値上がりでもうちょっと安いわけですね、現在ね。だから正当に1000円に修正してくれということでして、もし契約をしなかったら、もう契約しませんよ、駐車場貸しませんよと言ってるんです。ただ、時期的にはまだ10年契約したんで、次の契約だから9年ぐらいですよって、あと。で、その9年後からは契約は、1000円以上にしていただきたい。やらなければ契約しないということですね。で、役所がもしそれでね、それでも嫌だって言ったら、ね、貸さないわけですね、こちらの方がね。それか、立ち退かなかった場合は、ね、まだ置いてしまう。契約してないで、ね、不法侵入というところか、不法に入ってしまうですね。出払わないと。と、支払いに対して、
3倍ぐらいで、3倍じゃないけど、5000円ですから1台ね、その3倍、1万5000円ぐらい、ね、1台の駐車場料金、延滞料金がかかってしまう、を請求するわけですね。ただ契約もないけれども、それは必然的にずっと永遠についてしまうから、まあ、縄張りの問題ですね。多分、立ち退かないと思うんですよね。不法で使うんじゃないかと思うんですね。縄張り争いの政府がね。だから私の土地を勝手に政府が使うわけですね。契約しないわけですからね。となると、大変な、ね、請求ができるわけですね。だそういうような力を使って、男は仕事で、ただ正当な縄張り争いっていうのは、いつもやらないといけないって。だからそれには体力つけとこなきゃいけないし、何でも言ってきますから、個人個人の喧嘩じゃなくて縄張りじゃないですから、相手政府でしょ、ね、大変強いわけです。それを個人と、私個人と政府全部ですからね、日本政府全部ですからね、また外国政府も入ってきますから力、ね、そういうふうなライオンとライオンの戦いというのが男には必要だね。でそこら辺は非常に学歴も必要だし、私は大学の先生の資格も持ってるから強いですしね。で、けども男の仕事にはそういう、ね、正当な縄張り争いっていうのがあります。で今回は縄張り争いしてませんけれども、役所の方にねその申請を言っておりまして、待ってるんですけれども、まあ、回答がなかなか難しいという、今は力関係で戦うか向こうはね、ということで考えて動いてらっしゃるようですね、役所の方でね。力と力でぶつかるか、私の言い分を聞いていただけるかとかね、ということで、まあ、政府に要求してて、今事務をしてる、ね、私がね仕事をしてる一つですね。まあ